皆さん、こんにちは。今回はロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の元通訳で銀行詐欺罪で訴追された水原一平容疑者の事件について最新の情報をお伝えします。ドジャースのグラスノー投手がポッドキャスト番組に出演し、水原容疑者の賭博問題発覚時の様子を語りました。事件が発覚した後、クラブハウス内ではみんなが大谷選手に声をかけていたそうです。大谷選手自身も、僕の携帯を持って行って調べてくれ、それで解決してくれというような発言をしていたとのこと。当局の捜査によって水原容疑者の嘘は次々と明らかになり、大谷選手も被害者と認められました。グラスノー投手は、大谷自身は関与していないのだから、それが証明されるのは時間の問題。そこまでストレスを感じたり、精神的にすり減ったようには見えなかった。シーズンに集中できる環境になってよかった、と語っています。また、ベイメディア、スポーツビジネスジャーナルは、水原のスキャンダルを受けて、大谷の代理人事務所である CAA は大谷の側近グループを再編する予定だと報じています。水原容疑者は、大谷選手の世界で究極の権力を与えられていたそうです。ザ・ウォール・ストリート・ジャーナルのリンゼー・アドラ記者によると、大谷の世界にあって水原は究極の権力を与えられていたとのこと。訴状によれば、ネズバレロ代理人でさえも大谷と直接話をしたりメッセージを交換する機会は限られ、大抵は水原を経由していたという。彼は単なる連絡係ではなく、 CAA における大谷のスポークスマンだったのであると論じています。水原容疑者は大谷選手の口座から1,600万ドル、約24億4000万円以上を搾取したとされ、違法賭博による純損失額は4068万ドル、約62億円に達しているそうです。違法賭博の胴元に送金した当該口座に関して、水原容疑者は大谷選手の代理人や財務担当者らに、この口座に大谷は関与してほしくないと言っていると嘘の情報を伝えて信じ込ませ、銀行口座に紐づく携帯電話番号とメールアドレスも自身がアクセスできるものへと変更していたとのこと。4月12日、アメリカの捜査当局は本件について会見を開き、水原容疑者の手口について説明。大谷選手の口座の連絡先を自分の電話番号に変更し、大谷選手になりすまして銀行に連絡を取っていたそうです。そして当局は、大谷選手は被害者だと強調したいと述べました。問題が発覚してから約24日後、ついに大谷選手の身の潔白が証明されたのです。在米ジャーナリストによると、訴状によると、大谷選手は4月2日から3日、現地時間に当局から事情聴取を受けたそうですが、両日とも本拠地でジャイアンツ戦にも出場。3日には今季初のホームランまで放っています。激動の日々が続く中、いつも通り活躍できることに驚かされましたとのこと。それを支えてきたのは妻のまみこさんだったようです。9日、大谷選手は感謝の思いを明かしていました。ここ数週間いろいろあったので、まあ隣に誰かいるかどうかはだいぶ違うと思いますし、そういう意味ではすごくいてくれてよかったなと思ったことはあったかなと思いますね。スポーツ紙記者によると、水原容疑者の一件があって以来、夫婦の絆は一層強くなったようです。3月29日にはラフな服から金のネックレスをチラ見せした大谷選手の写真が SNS にアップされ話題になりました。彼は普段アクセサリーを身につけません。結婚指輪すらつけていないのです。前代未聞のことなので、ファンの間ではマミコさんとお揃い、結婚指輪をネックレスにぶら下げていると憶測が飛び交っています。どちらにせよ、奥様の影響は絶対にあると思います。大谷選手はマミコさんの誕生日にお揃いのスニーカーをプレゼントしたと言われています。おしゃれに積極的になったようですが、実際はモデルの経験もあるマミコさんが引っ張っているみたいです。1年前の2月、大谷選手がパーカーの紐をリボン結びにして球場入りしたことがありますが、これはバスケットボール選手時代のマミコさんの定番スタイル。写真も数多く残っています。リボンには人と人を結ぶ
すなわち良縁や絆という意味が込められています。婚約前後の時期なので、彼女が願いを込めて結んであげていたのかもしれませんね。また日本ハム時代の大谷選手はヘアスタイルには無頓着だったことで知られていました。それまで髪型も色も変えなかった大谷選手だが、ドジャース入団以降は七変化を披露。一部報道によると、大谷選手はハワイ島のマウナケアビーチにオフシーズン用の豪華別荘を購入する予定で、交際中の22年に見学に来ていたとのこと。この選択もマミコさんとの将来を考えてのことでしょう。ハワイ島は世界三大パワースポットの一つ、マウナラニの洞窟があり、スピリチュアルな意味でも魅力的な場所です。大谷選手は16年日本ハムの優勝旅行でハワイを訪れた際、わざわざ宿泊先から1時間かけてパワースポットに足を運んでいました。世界有数の聖地となればきっと興味を持つことでしょう。ちなみにマミコさんの選手時代のコートネームはマナ、ハワイ語で神の力という意味です。夫婦にとってゆかりの深い土地としか思えません。今年3月には日本支社も作っていますが、事業内容として不動産以外にスポーツ施設、スポーツ教室等の経営支援業務も掲げています。マミコさんはかつて、将来的には全国の子どもたちにバスケットボールを教えることが夢と語っていました。会社設立はその願いを実現するための第一歩だと考えられます。ハワイの別荘には練習施設も併設予定だと報じられていますし、現地の子どもたちに向けて夫婦で野球とバスケットボール教室を開く未来もありえるかと思います。水原容疑者が出廷した13日、日本時間にも本塁打を放ち、日米通算1000安打を達成した大谷選手。マミコさんの神の力でこれからは月が回ってくるはずですね。さて、今回の事件で注目されているのが、違法賭博に関与したとされる水原容疑者の行動の謎です。かつて中国最大のジャンケット業者とも呼ばれたサンシティグループで働いていた経験を持つ日本生まれの中国人女性ジェイドリム氏は次のように語っています。合法のカジノは基本大きな借金をさせてまで遊ばせませんが、違法の闇カジノは仲介人がそれをさせてしまう。本来違法な借金なのですから踏み倒せるはずです。アメリカの法律において違法賭博による負債の返済義務については個々の状況や州法によっても異なりますが、一般的に違法行為によって生じた契約が無効とみなされることはあり得るそうです。少なくとも水原氏の負債が法的に正しい契約に基づいたものか疑問の余地はあります。でも違法カジノの客の多くは借金を踏み倒せていない。なぜなら取り込まれた客は弱みを握られることがあるからです。今回大谷さんのお金で借金を払ったというなら、なぜそこまでして違法賭博の借金に追われる状況になったか、そこが確信になるんです。水原氏の証言が一転して謎を深めていた中、3月25日に大谷選手は記者会見で関与を全否定しましたが、この問題は本来大谷選手のスキャンダルではなく大規模な違法賭博の摘発だと言えます。 FBI は何年も前から違法カジノネットワークの摘発を続け、カリフォルニア州に住む元マイナーリーグの野球投手ウェイン・ニックスを摘発。ラスベガスの大手カジノグループ MGM グランドでジャンケット同然のことをして、元ドジャースのキューバ人外野手ヤシエル・プイグも違法カジノで多額の借金を背負ったそうです。これは当局が MGM にも高額罰金を課したほどだそうです。その捜査線上に上がったのが違法ブックメーカーのマット・ゴーヤー氏で、大谷選手の銀行口座からの送金記録が見つかったとのこと。水原氏は違法カジノでのギャンブルで巨額の負債を抱え、$450万、約6億8000万円後、大谷選手の口座からゴーヤー氏に払ったとされますが、本来はその契約が合法とは思えないところがあります。リム氏はその点、彼は言えないことがたくさんあるはずと言います。闇カジノは支払い能力のない人に借金をさせても意味がないので、大谷という金のなる木をどう利用するか狙いをつけたはずです。だとすると、大谷さんから金を引き出すための方法も
闇カジノ側が水原さんに入れ知恵した可能性だって出てきます。リム氏自身は違法なカジノに関わったことはないそうですが、自分の顧客が闇カジノに落ちていった例を何度も見たそうです。私の顧客の8割は中国本土の富裕層でした。ジャンケットはカジノ遊びをよく知らない人々を誘って、お金があればこんなに楽しい遊びがあるんだと教える役目。ビジネスクラスでマカオに飛び、超高級ホテルに泊まらせ、見たこともないような豪華な食事をさせ、エンターテインメントを見せた後は出演者の有名人と会わせたり、夢の時間を過ごさせます。面倒な手続きや身の回りのことは一切やらせず、こっちでやって、その中でのハイライトをギャンブルにして夢中にさせます。そこで使った額に応じてジャンケットはボーナスをもらえます。でも合法カジノであまり稼げていない一部のジャンケットが闇カジノに誘って巨額の借金をさせるんです。それこそ私たちとは別物の闇稼業で、例えば会社や不動産を持っているような人にはそれを担保にさせたり、政財界や芸能人とか著名人の場合なら弱みを握って延々と金を引き出す恐喝屋にもなりえます。犯罪収益をギャンブルで使わせてマネーロンダリングするのも手口です。もしかすると大谷の口座から借金を払ったというのも、闇カジノ側からすれば大谷の口座から横領した金でギャンブルをさせていたということかもしれないそうです。マカオではジャンケットが最盛期で年間4兆円のカジノ収益の半分を生み出したとまで言われたそうですが、役人や裏社会のマネーロンダリングを中国政府が摘発に乗り出し、リム氏の働いていたサンシティもジャンケット業を廃業に追い込まれ、昨年は創業者に禁錮18年の実刑判決が下されたほどだそうです。リム氏は日本語ができることから、ジャンケット廃業後もサンシティの関連会社で日本のリゾート開発に従事していたそうですが、パンデミック中に退職、現在はマレーシアで不動産業に転じているそうです。日本のカジノ事業ではよくギャンブル依存で破産者が出るとか言われて誤解されるんですが、資金力のない人が遊ぶことができないシステムにするのがカジノの基本です。パチンコのような貧しい人の娯楽ではなく、億単位の金が使える人のためのVIPエリアが主。ジャンケットは富裕層の人脈をいかに作るかという仕事でした。だから私の顧客にスポーツ選手の通訳なんてレベルの人はいませんでした。本来水原さんは巨額の賭け金を動かせる人ではないので、大富豪の大谷さんに近い立場を闇カジノに利用されたはずです。いずれにしても水原氏が違法賭博の連中と縁を切れなかった経緯は知るべき点の一つだと言えます。何しろ日本でも闇カジノは存在し、過去に俳優やスポーツ選手など著名人を取り込んだ巧みな罠も見られたそうです。カジノを含む統合型リゾートを進める日本こそ、その危ないリスクについても対策をしなければならないでしょう。以上が水原一平容疑者の事件に関する最新情報でした。大谷選手の身の潔白は証明されましたが、違法賭博の闇は深いようです。日本でもカジノ事業が進む中、今回の事件は他山の石とすべき教訓になるのかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。